さあ皆様どうもゆうたでございます。こちらは愛知県名古屋市にあります名鉄こと名古屋鉄道の神宮前駅。この神宮前駅は名鉄における熱田神宮の最寄り駅となっており、 JR の熱田駅や地下鉄名城線の熱田神宮西駅などから少し離れた場所にあります。また名鉄名古屋本線と常滑線の分岐駅でございます。なぜこの神宮前にいるのかと言いますと、実は名古屋周辺に昼間の時間帯列車が一本も走らないという謎めいた路線があるらしいので、実際に乗車してどのような感じになっているのかを見に来ました。それでは今回もよろしくお願いいたします。それではこちらの何系だったかは忘れてしまいましたが、まずは普通列車知多半田行きに乗車して、今回の目的である路線が分岐するとある駅へ向かいます。さあ列車は神宮前を発車すると、常滑線を走る列車は名古屋本線の名古屋岐阜方面の線路と東海道本線の線路をまたぐために高度を上げます。ちょうど対向列車がやってきましたね。名鉄の車両って面白いですよね。2扉車と3扉車が連結しているんですから。真偽は不明ですが、1945年頃の航空写真を見ますと、神宮前駅周辺に急カーブがあることがわかります。このままでしたらかなり大変でしたよね。列車は豊田本町道徳に止まり、山崎川を渡ります。その昔道徳と次の大江の間に山崎川という貨物駅がありました。場所はこのような感じでした。大江の手前で線路が分岐、いかにも何かがある雰囲気を醸し出しています。3面5線ある大江駅に到着。この列車は2番線に入線します。乗ってきた車両にお別れを告げて、ひとまずはホームを探検します。すると階段のそばに気になるものがありました。上矢印に5東名古屋港方面と表記されています。一体何なんでしょうかね。というわけで階段を上がって改札階にやってきました。矢印に従い歩いていくと、なんと改札がありました。駅に改札があるのは当然といえば当然ですが、改札機の上には東名古屋港駅改札口と書かれています。ここは大江駅のはずですので、この表記はおかしいはずです。そういえば階段を上がるところに何か書いてあったなぁと思いながらも、まあ今日はフリー切符を使ってますので、とりあえず改札を通ります。あの表示は何かの間違いであったのかと思いながら、駅舎を見に行くために階段で駅の外へ。やっと駅舎が取れると思ったら、なんとホームにやってきてしまいました。しっかりと改札は通ったはずなのに、どうしてこのような現象が発生してしまうのでしょうか。上の方を見ると5東名古屋港方面と書かれています。そう、このホームこそが今回紹介する日中時間帯列車が一本も走らない路線、名鉄筑豊線のホームになっております。あの改札の謎はこの後紹介するとして、まずはこちらの時刻表をご覧ください。9時から15時の間には数字が一つもありません。 JR 鶴見線の末端部よりかは本数があるかもしれませんが、それに負けないくらいの少なさ。平日の終電は21時44分と、どこかの競馬場線よりも20分も早く1日の営業を終了してしまうみたい。
フォームを見ますと、後からこの部分が付け足されたのだろうなというのが丸わかりです。さあ、地高線の列車がやってきました。2008年に登場した名鉄の5000系。前面の方向幕には、普通としか表記がされていません。ひし形のパンタグラフで2008年の製造とは思えない音がします。列車から人がほぼ降りたわけなのですが、あまりの人の多さに行列ができてしまっています。車内を見ると、ここで行列ができることを見越してなのか、スマートフォンでゲームなどをしている方がいました。停車時間もあるのでいいのかもしれませんね。あれだけ混雑をしているならば、反対の東名古屋港方面も混んでいるのだろうと、思って乗りますと、なんとガラガラでした。なぜかというと、この名鉄筑光線は工場で働く人のために走っていると言っても過言ではないわけなんですよね。現在の時刻は4時から5時頃ですので、この時間帯から出勤する人はレアケースになっていますから、必然的に工場方面の列車はガラガラになります。列車はガラガラの状態で大江を発車。次は終点の東名古屋港。それにしても音がすごいですね。この車両が登場した2008年頃は IGBT インバーターが主流な時期ですので、 IGBT なのかなと思うわけなのですが、実は外事直波制御になっています。これは1988年頃に登場した1000系というパノラマスーパーという愛称で親しまれている車両から主要機器を流用したことによります。パンタグラフがひし形なのもこれによります。流用するに至った経緯も面白いわけですが、今回は省略させていただきます。この名鉄筑光線で一番の見どころはこちらのダイヤモンドクロス。名古屋臨海鉄道東筑線とほぼ90度に交わります。このダイヤモンドクロスより北側の一部の範囲が名電筑光駅と呼ばれる貨物駅になっています。というわけで東名古屋港に到着。ホームではたくさんの人が列車を待っていました。一旦外に出て列車の顔を見ます。かっこいいですね。と、ここで気になるのが、大江駅にあったあの改札。東名古屋港駅改札口と書かれていました。あれは、この東名古屋港駅に改札機が設置されていないことによります。要するに、一駅で完結する路線なので、片方の駅に改札を置いておけばしっかりと、運賃収入を得ることができるということです。またこの路線は新車の搬入や引退した車両の搬出に使用されています。そして東名古屋港駅から先も少し線路が続いております。皆様もこの日中時間帯列車が一本も走らない名鉄筑光線に乗ってみてはいかがでしょうか。チャンネル登録や高評価、共有等していただければ幸いでございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。